ブジャクは、ウクライナの歴史的地名である。ベッサラビア地方の南部、国海沿岸のドナウ川とドニエストル川に挟まれた地域を指す地域である。しばしば、南ベッサラビアとも呼ばれた地域で、今日では、ウクライナのオデッサ州に属している。ブジャクとは、オスマン帝国領であった時に命名された地名で、単を意味するトルコ語のブージョックに由来する。古代においては、トラキア人。 スキタイ人、ケルト人が居住し、国会沿岸部にはキリシア人が居住したこともあった。また、タタール人がドブロジャやトルコに移住する前に通過した地域でもある。その後、ルーシやルーマニアの勢力圏に入った時期などがあった。1826年には、この地域において、ロシア帝国とオスマン帝国の間で、アッケルマン条約が締結されている。 第一次世界大戦後、この地域は、ベッサラビアと共に、ルーマニアに編入された。第二次世界大戦中の1940年6月26日に、ソ連はルーマニアに、ベッサラビアの割動を要求した。この時点では、ナチスドイツとソ連は、戦闘を行っていなかったため、ヒトラーの死者もあり、ルーマニアは、要求を受け入れ、そこからベッサラビアは割動され、ジャクは、 ウクライナソビエット社会主義共和国に併合された。1940年8月7日、同地はアッカーマン州と命名され、13の地区から構成された。州とは東部のアッカーマン市。ただし、同年12月7日には改名され、イズマイール州となり、州とは南部のイズマイール市に移された。しかし、1941年7月に、 ルーマニアがドイツに続いてソ連に戦線、ベッサラビア及びブジャクへの進撃を行い、これを占領した。1944年にはソ連が再占領し、その47年後の1991年に起こったソビエト連邦の崩壊後は独立したウクライナ領となっているが、それに対してルーマニアからはかつてのソ連、社会主義共和国時代に奪われたャクなどの 土地変換を求める民族運動が発生し、紅葉を見せたことがあった。現在、この地域に居住する主要民族は、ウクライナ人、ブルガリア人、ロシア人、モルドバ人である。この他に少数民族として、ルーマニア人やガガウズ人などがいる。ありがとうございます。